アコーディス a s p チームは、ウォームアップ中に7号車トヨタ GR010 ハイブリッドと衝突して損傷を受けたため、WEC 世界耐久選手権第4戦ルマン24時間レースのスタートに向け、78号車レクサス RCFGT3 を大急ぎで修復している。ケルビン・ファンデルリンでは、土曜日正午からの15分間のセッション中にトヨタのドライバー、 ニックデフリースに追突され、車両の後部を損傷した。ファンデルリンで、アーノルド・ロバンと車両を共有するティムール・ボグスラフスキーはスポーツカー365に対し、78号車は伝統的なレース前のセレモニーに間に合うようには準備できず、ピットレーンからスタートすると語った。ボグスラフスキーが指摘するように、これはチームにとってさらに複雑な問題となる。 イベント補足規則の11年2月1日上には、ピットレーンからスタートする車両は次のピットストップに2分、ストップタイムが追加されると規定されている。ダメージはかなり大きいと言える。グリッドからスタートすることはないとボグスラフスキーは語った。ピットレーンからスタートするなら、次のピットストップで2分間のストップゴーペナルティを受けることになる。ここで周回遅れになったら、 本当ににひどいことになるセーフティカーか何かの際に何かをトライするしかない。スタートは雨が降るだろうからもしかしたらそうなるかもね。トヨタの広報担当者は7号車はクラッシュによってボディワークの損傷を受けただけでレース前の伝統的なスタートセレモニーに間に合うように修理されたと認めたがボグスラフスキーは車は全く準備ができていないと指摘した。 後部に大きな損傷があるつまりスチール製のもの、フロア、スプリッター、リアバンパーだ。78号車レクサスは当初 LMGT3 クラスの21番手からレースをスタートする予定だった。木村武、エステバン・マッソン、ジャック・ホークスワースが運転する姉妹車はクラス10番手からレースをスタートする。なお、ウォームアップでの接触に関してスチュワードは、 ビデオエビデンスとテレメトリデータを確認し、78号車と7号車の両チームマネージャーとドライバーの話を聴取した後、スチュワードは78号車がレーシングライン上に止まりながらブレーキをかけたと判断した。スチュワードは78号車のドライバーに主な過失があると判断し、レース終了までに同様の過失があった場合には1分間のストップゴーペナルティを課す決定をしている。一方、 ウォームアップでの接触後にピットロード入り口のホワイトラインをカットした7号車トヨタのでフリースには、その後審査委員会から警告が与えられている。